日比谷公園と霞ヶ関の官庁街にある日比谷号日比谷堀は東京都千代田区日比谷にある皇居外苑を囲む堀の内岩井田橋から馬場崎門までの堀である江戸城内堀の一部日比谷堀に沿って立つ丸の内のビル群号は外苑各部で西方向と北方向の L 字型となり堀の南を走る晴海通り沿いに日比谷公園西を走る日比谷通り沿いに 帝国劇場、丸の内警察署、ザ・ペニーシュラ東京、DN タワー21がある。DN タワーは、旧第一生命館で GHQ 本部となり、マッカーサーと昭和天皇が会見した場所でもある。また、堀の内側の皇居外苑には、楠木正重像及びレストハウスと接している。徳川市の江戸城入場時には、日比谷あたりは、入り江の海岸線であった。 神田山切り崩しや、半蔵門から桜田門にかけて桜田堀が掘られ、その土で、日比谷の入り江が埋め立てられていき、大名屋敷が作られていった。日比谷堀は、このように入り江の埋め立てと江戸城整備に伴って1608年頃までに、出来上がった。現在の日比谷交差点の位置には、日比谷御門があり、近縁に屋敷を構える大名たちは門をくぐり、日比谷堀に沿い、 桜田門内し馬場崎門方面に向かった。かつては外堀の山下橋付近に向かって、鍵状に堀がつながっていたが、埋め立てられている。1906年に日露戦争の戦勝を記念して、外苑を縦断する形で、外線道路が作られ、外苑南面に沸いた橋が架けられた。このことにより、日比谷堀は東西に分かれ、西側が外線堀となり、 東側のみが、日比あぼりと呼ばれるようになった。ありがとうございます。